非常に危険な感じで危ない美しさ、ビジュアル系独特のミステリアスな感じが。ケラとポップティンモデルをやっております椎名ひかりです。そして魔界からやってきたアイドルとして人間界で活動もしております。本日はビジュアル系メイクやってみたいと思います。それでは用意スタート。カラコンはコンタクトフィルムさんです。白と赤です。ビジュアル系なんでミステリアス感、ちょっと人間離れした感がすごく出るので縁なしの白を使ってみました。ビジュアル系でしかあまりつけれないカラコンだと思うんですよね、白い縁なしっていうのは。縁ありの白はまあ頑張ればつけれたりするんですけど、白の縁なしっていうのはすごく怖いので、カラコンだけが買っちゃわないようにメイクをうまい感じですると非常に映えます。ベースです。これベースエチュードハウスの緑色っぽいやつなんですけど、ちょっとあの血色が悪い感じにしたかったので緑を使ってみました。緑はあの赤みとかを消してくれたりとか、非常になんか普通の肌の色なんですけど、私も普通の肌の色の人が緑を使うとすごく不健康というかな感じになるのでおすすめです。赤みを消したい人にもおすすめです。こちらクロミちゃんです。なんかビジュアル系バンドマンっぽいなって感じなんでクロミちゃんを使ってみました。パウダーも可愛くてやってる間もテンションが上がりますね。今日もライブ頑張るぞみたいな感じになりますね。バンギャルみたいですね。そしてイプサのコンシーラーで眉毛を消しました。眉マスカラのところとかマスカラのあの上のキャップのところを使ってこうやると非常に眉毛を消しやすいです。手でやるのもおすすめです。まあ眉毛全剃りしてる子はそれでいいと思います。全剃りが結構似合いますかね、ビジュアル系は一番。そしてまた眉毛をコンシーラーで消した後にこちらでのせます。そしてちょっと汗とかかいても取れないようにガーディングします。ガーディング。そしてノーズシャドウをします。まあ男性の方がやっぱビジュアル系多いので、男性の方はやっぱり彫りが深いというか、特にビジュアル系はお化粧ですごく綺麗に鼻をスッと見せてるので結構濃いめに塗るのがおすすめかなと思います。そしてマックの黒のアイシャドウで全体を囲みます。そして若干赤を入れます。このちょっと黒の下のところにも赤が入ってるんですけど、ちょっと赤を入れた方が本物のクマっぽい感じというかが出ますので、あとお人形さんとかを見ると赤が入ってるんですよね。なのでこれを入れた方が立体感というかが出ますね。でそれがやっぱり茶色とかだと普通なんですけど、赤で出すとビジュアル系っぽさが出ますね。紫でもいいと思います。まあ赤と黒の割合を見て黒を上から足したりします。とそしてアイラインで普通にラインを引きます。結構濃いめに引いてます。人によるんですけど、このピカリン様はすごく飲んでしまうので、こんなに描いてもこれぐらいになってしまうので結構太めにラインも描いてます。でもシャドウが描いたままそのまま反映されるよって方はそんなに濃く塗らなくてもいいと思います。そしてここの謎の模様を描きます。ビジュアル系バンドマンさんはよくこう顔に字とか絵とか模様を描いていらっしゃるので、こういうのを描くと非常にビジュアル系っぽさが増すと思います。自分で描くと反対側になっちゃうからあれなんですけど、お友達がやってくれる場合とかは死とか殺とかキルとかそういう真珠とか描いてもすごく非常にビジュアル系っぽくなると思います。黒い安全ピンですね。まあ普通の色でもいいんですけど、ちょっと今回は黒を使ってみました。つけまつげのノリでここにつけてこう皮膚に貼ります。1個で寂しいなって思ったら2個重ねたりとか、まあ、シルバーのちっちゃいやつとかでもすごく非常に可愛いんですけど、ピカリン様は今回は黒魔術のような星をイメージしてこうなってますね。安全ピンで星を作っているというか、それでまあ片方開くと刺さっちゃいそうな危なっかしさ、非常に
危険な感じでビジュアル系独特の悪い感じというかミステリアスな感じが出ると思います。危ない美しさ、妖艶な感じが出ると思います。してエチュードハウスの普通のペンシルのライナーでラインの仕上げをします。ちょっと足りないなと思ったらこう、あとシャドウだとちょっとノリが悪いなって時にやっぱペンシルがいいかなと思います。だいたいシャドウを塗ってからペンシルを塗ると濃くなりすぎないというか、シャドウがちょっとうっすらと下地みたいになってくれるので、その後にペンシルで引くと、あーやりすぎたっていうのが防げます。そしてアイライナーでですね、この安全ピンのところにもこちらの模様のちょっとまあ細いバージョンを描きました。そして結構これはポイントですね、黒いリップ、かなりビジュアル軽度を増してくれてるなと思います。で、全体的に塗るんじゃなくて結構周りを縁取るように塗るっていうのがポイントですね。お人形さんとかも見てると割と口の周りだけ茶色く塗ってて中だけピンクとか赤とかが多くて、口の周りだけをこううまく塗るといい感じに立体感というか妖艶な感じ、イカスミパスタとは違うちゃんとした美しさが出ますね。そしてその真ん中に赤を塗ってあげると非常にビジュアルケチックな唇になると思います。そして髪型は、まあ、帽子をかぶるんですけど、まあ、ビジュアル系はよく帽子とかをかぶってますので、すごく髪の毛をこう立てたりするのもありだと思うんですけど、こういう帽子とかで、まあ、ポサを出すっていうのもすごくありだと思います。ちなみにこれはですね、あのね、1000円ぐらいで売ってたんです。原宿のラフォーレで1000円ぐらいで。髪はちょっと筋っぽくして VO5 で筋っぽいところは固めてワンカール外跳ねにするのがいいんじゃないかなと。今の私の長さだと外跳ねがすごくマッチするなと思いますね。あとは前髪を若干目をこう隠してあげるっていうところでかなりビジュアル軽度がアップします。いかがでしたでしょうか。ビジュアル系メイク、メイクの一番のポイントはこの安全ピンですね。安全ピンをこう交差させたところがこのピカリン様のビジュアル系メイクのポイントになっております。そしてあのこっち側にあのまあ刻印模様を描いたのもポイントです。カラコンも両方左右で違います。この帽子は密していただいた帽子なんですけど、この帽子も非常に似合ってるかなと思います。ぜひみんなから密してもらえるものを募集してるんで、たくさん見つしてください。今ネイルもなんかこう血だらけな感じで真珠って書いてあって、親指にはサイレントヒルのロビーくんっていうキャラクターがいます。こういうネイルをしてるときはやっぱ非常にこういうビジュアル系メイクに似合うかなって思ってます。まあ他にもいろんなコスプレをしてるので、みんな見ないと殺すぞ。ティーンとケラでモデルをしております。そして魔界からやってきたアイドルとして活動もしております、シーナピカリンです。よろしくお願いいたします。本日は血のりセーラーメイクを皆様に伝授したいと思います。それでは血まみれの館へ、用意スタート。カラコンは